ちなみにここで皆さんに重大なお知らせがありますなんだよ、えー、奇跡のベスト5今回をもちまして終了となりますだー,でかー最終回最終回だったんだえ、番組スタート当初からお送りしてきた子さんコーナーでしたが、はい、皆さん本当に ありがとうございました <laughs> で突然ですが、うん、今日11月8日は、うん 皆さん何の日かご存知ですか何の日いいはいいはの日虫歯の日そうです今日十一月8日はこの番組のプロデューサーである Y さんのお母さんの誕生日です知らねえよ何なの突然何なのその Y さんのお母さんの誕生日ということでこの番組でも新しいコーナーが誕生しますおかしい誕生にかけてんのこれそのコーナーとは奇跡の世代を探せです はい。<laughs> あ僕が紹介するんですねこれえあなたの学校にも奇跡の世代はいませんかリスナーの皆さんには奇跡の世代と同じように名前に色が入ったキャラクターを妄想してもらいますあ妄想なんですね,ですねそしてそいつがどんな性格のやつでどんな必殺技を持っているかまで含めてうちの学校にこんなやついるんですよという体で 目撃情報として送ってもらおうという完全なネタコーナーです <laughs> 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 参考までにこんな感じっていうのはちょっとまあ例が今、はい、手元にありますのでね圭、はい、ちゃん、はい、お願いしますはいそれではちょっと行ってみたいと思います、はい、皆さん黒こんばんは賢、はいえー、章さん結きさんうちにも奇跡の世代がいたのでご報告しますなんぞ、ね、名前は「群青色崎努です <laughs> <laughs> つとむはいつもつとむはいつも顔色が悪く <laughs> 群青色みたいな顔色をしています濃いなそれぐらい顔色が悪いのにこの間昼休みに彼のお弁当をのぞいたら消化の悪そうなものばかりでしたでもそんな彼ですがバスケはめちゃくちゃうまくて一部の女子からなんか病みつきになると評判です是非、えー、番組でも応援してあげてください <laughs> 群青色。群青色咲。群青色咲、つとむ。そです。そうやってしれっとつとむはって言ってんの。友達なんでしょうね、きっとね。群青色って真っ青の上だろう。さらに濃いやつ。やばいね、これ。濃いやつ。ちょっと応援してあげたいですね。っていうようなキャラクターたち。他にもですね。はい。村隆えオレンジ色の T シャツをいつもチラ見せする。部の。 チラ見せする部の会員 <laughs> 宴会部長ですそこに部がかかっチラ、ねはいえー、見せする部部の宴会部長か <laughs> そうねおそらくね <laughs>、えー、必殺シュートは朝、うん、ミキさんにオレンジを入れるようなオレンジダンク、うん、いつもフレッシュな雰囲気を必死に出そうとしてそれが逆に母性本能をくすぐる女子に人気ですなるほど大丈夫 <laughs>、はい。うん、あとはえー、白森神男 神社の息子控えめの1年生でバスケはものすごい下手ですが試合の前にいつもおみくじで占ってくれてそれがすごい当たるこれ緑マーと相性よさそうなやつですね白森神尾くんなるほどこんな感じでこんな奇跡な世代いたらいいなっていう選手を好きなように妄想してもらって自由に書いてきてもらうコーナーになるようです。このの番組といえばね原作 マッキーさんも聞いてるので、勝手にこんないっていいんすか。すごいいいキャラがいたらもしかしたら採用されるかもみたいな。まあ原作的には割と終盤かもしれないですけど、もしかしたらねベンチからスッと群青軍曹色崎がスッと出てくるかもしれない。マッサーの顔で軍曹色の顔だね。もしかして出るかもしれない。出るかもしれないでちょっとぜひぜひよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。個性的なキャラが出てくるといいですね。ぜひぜひお待ちしております。